片町スクランブルナイトエンディングです。よよエンディングでございます。はい、再びご登場いただいております。6月6日の片町オーバードライブについてのゲスト、再び浜岡さんと梅村さんにご登場いただきましたが、なんとなんとなんと浜岡さん、先ほどからお電話をされている方、この方は誰ですか？新次君、いいですか？本当にありがとうございます。神です。全然神です。もうみんなで盛り上げていくもんなんで。まあ新次君とかも本当にサニのあだねだ。宗隆さんとかも宮下大輔さんも本当に金沢のことが好きでいらっしゃってくれるので、みんなで盛り上がりますよ。盛り上がっちゃってましょうね。なんかこんな温かい言葉をいただけるなんて。もう全部梅村さんが言え。いやいやいや、どんな権力をお持ちなんですか。神様全部従ってますから。すみません、そんなこと言わないです。はい、じゃあそんな感じです。はい、でも本当に今ね、生の声でもいただけましたけど、この日のために金沢のためにすごいもうスペシャルなこと考えてくださってるみたいなので、さっき出た時に一応準備してたんですよ。びっくりするぐらいの感じで出そうみたいな待ってたんですけど、スタンバイしてくださってた、まあ、お仕事が、そうですよ、ね、で携帯をちょっとチラチラチラ置いてたんですよね。だからだったんですか。そうなんです。でも間に合ってよかったです。はい、ありがとうございます。本当に本当に本当にスペシャル京子ちゃん、スペシャルスペシャルちょっと口が回らなくなってきましたけども、本当に京子ちゃんが一番好きだって言ってましたよね。声がね、声じゃ、はい、ね、はい、もう今日は忘れられない。2番目にごめんなさい、どさくさに紛れて、はい、ありがとうございました。さあ、こんなサプライズがありました。今日は私と京子ちゃんと2人でお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。初のチャレンジでした。どうでしたか私ら、梅村さん、いいんじゃないですか。あ、よかった。まあ、とにかく、はい、でもまあ、またあのアドバイスとか、あのなんかダメ出しなんかもしあれば、またあのぜひメッセージいただければ嬉しいななんて思います。次回から私がメイン MC でやっててそれはないですね。ないです、ないです。本当にふわっとしてる。なんかすごくいい緊張の中、2人で始めたけれども、うん、なんか本当に、うん、楽しいゲストの皆さんとか、うん、大好きなゲストの方とかと、うん、おかげで、うん、なんか2時間楽しかったね。楽しく、うん、なんか緊張途中でなんか忘れちゃいました。うん、うん、いや、これも本当にね、みんなスペシャルゲストの、そう、ね、盛り上げていただいたおかげです。はい、さあ、そんな片町スクランブルナイト、うん、皆さんのおかげで今日も楽しく、にぎやかにお送りいたしました。はい。次回はですね、片町スクランブルナイト7月16日木曜日の配信となりますので、うん、ぜひ皆さん予定を空けといてくださいね。お願いいたします。はい。お願いいたします。ということで、今日は片町スクランブルナイト初めての挑戦でした。私、道下彩香と、今村京子が、はい、お送りしました。そして、のゲストの浜岡ひとしさんと梅村のりひこさんでした。はい、ありがとうございました。素晴らしい。片町最高。